何しろみんなおすすめしてるのはこの T シャツです。でも俺は言いたい、はい、それはもう去年住んでる大人も買うべき。どうもリッキーさん。どうも。最近なんか買いました？買いました。ユニクロじゃないですか。ユニクロ U。 ユニクロ U。 俺あの先週 YouTube 始めたんで、はい、しかも関連動画に出てくるのがユニクロ U ばっかで、はい、あそれじゃあちょっと俺も見に行ってみようかなと思って。一応2万円って予算を決めて、ちょっと買ってみようかなと思って、うん、まあこれで2万円ぐらいなんですけど。ちなみに、ユニクロ U ですね、ちょっと。ユニクロ U の説明？はい。ユニクロ U は、ユニクロの本ラインと別に、あのクリストフル・メールっていう、まあ元エルメスのデザインだったり、まあ今も自分のブランドやってるんですけど、フランスを代表する本当、デザイナーが監修しているようなブランドですね。はい。はい、で毎シーズンちゃんと春夏秋冬でコレクションを出してるんですけど、かなりの量の、デザインが上がってるので、うん、まあいろいろ選べるの。ちょっとですよね、ユニクロの普通のラインより今っぽいというか、まあデザインが入ってるという感じですね。はい、わかりました。はい、まず一番最初にこれだなっていうのは、ね、すごい、あの俺人の YouTube みたいな、うん、関連動画でいっぱい出てくるから人の YouTube すごい見たら、はい、あのね、何しろみんなおすすめしてるのはこの T シャツ3枚、はい、同じこれ型なんですけど、色違で色違いで買った。色違い、そうそう色違いで買ったんですけど、まあこれですね。じゃあちょっとこれ、はい、着てみる、着てみる、着てみましょう、はい、で今これ着たのがそのユニクロ U の、はい、フェアリズムコットンっていう、はい、フェアリズムってわかります？わかります。あのサラサラ、はい、もうこのエアリズムの下着が出た時に、はいはい、これはこんな幸せがあるのかと思うぐらいそんなに本当につけてる感じが心地よくて、もう全部の下着をエアリズムに変えたぐらいの、本当に。あ、実際変えてしまった。今もうエアリズムしか履いてない。でもあれって冬の素材な、あ、夏の素材なんじゃないですか。もうね、下着に関してはもうオールシーズン。もう下着に関してはオールシーズン、本当に気持ちいい、うん、で今回のこれは何が違うとか、エアリズムコットン、はい、ね、綿 53% ポリエステル30、複合繊維 17%、 つまり半分綿なの、はい、そうですね。このね、肌に触れる方はエアリズム、はい、で外側がコットン、うん、はいはいはい、だから見た感じは上質なコットンに見える。そうですね、コットン見えするのに実は機能素材でした。そうそうそう、それがすごくて、これはみんな確かにね、うん、他の YouTuber の人も褒めてる。へえ。でも俺は言いたい、はい、それはもう去年住んでる。去年住んでる。去年アレキサンダーワンと、はい、ユニクロがコラボしたときに出した T シャツがそれなの、はい、なるほどね。すでにもうそれやってる。確かに確かに、それも話題になりました。ファッションって突き詰めるとパターンと素材、この2つになってくるんだけど、はい、パターンはすぐパクれるでしょ。そうですね。でもさ、素材はさ、なかなかパクれない、うん、開発しなきゃいけないから、はい、その時のアイディアみたいなものがさ、はい、あのやっぱりトップデザイナーってあるわけですよ。こういう素材とこういうデザイン合わせたら素敵だよねっていう。去年のアレキサンダーワンで学んだんだと思うんだよね、うん、だそれを今年ユニクロ U に生かしてくる。で色はいくつも出てて、まあ、僕はちょっとこの、パープルっていうんですか、あと白と黒を買ったんですけど、今年ってね、やっぱね、ペールトーンっていうか、ちょっと、うんうん、ペールトーンって何て説明したらいいんだろうか、薄いというか淡いですね。淡い色味が多分トレンドになるんですよね。その中で例えばルイ・ヴィトンとかももうそんなカラーばっかだし、まあ、そういうブラあディオールとかもそうだし、まあ、メンズだとなかなか今まであんまりなかったような色味なんだけど、今年はこれがかなりトレンドになるので、まあ、今ちょっと着てるみたいに下はちょっと暗めな色にこう合わせるとそんなにロマンチックにならないと思うので、うん、まあ、この色味がおすすめですかね。はい。で今これ黒いパンツ履きました。これね、うん、ワイドフィットテーパードパンツ、はい、 M サイズ、 M サイズ3990円でね、これ素材がねポリエステルなんですよ 100%、
一瞬ね安っぽいなと思う人も多いかもしれないんですけど、うん、はい、これも履き心地がやっぱサラッとしてすごく軽いんで、ポリエステルな折り目がついたデザインすごい綺麗で、うん、良くて、でポリエステルの素材でこういう感じのデザインって実はギャルソン結構やってて、ギャルソンがテーパードとかそのポリエステルとかで、はい、こう一瞬見ると、うん、ちょっと安っぽいのかなと思うんだけど、うん、実際はそのラインだったりをするのすごい合った素材だったりするんですよ、ね、これ他に色もあるんですけど、うん、はい、まあ、なんかこのポリエステルが許せるのは結構俺は黒だけだったかもしれない。紺とかさ他の色はちょっと許せなかった。なんでですかそれは。テカリ？テカリだねやっぱ。なんか上品な色になっちゃうと、うん、ちょっと品質と合わないかなって感じだけど、もう黒でモードな感じだと、まあこういう素材を使ってるのもありかなって感じ。うん、そう、 T シャツもこれも M を選んでるんですよ。リッキーさんのジャストサイズ。ジャストサイズ。はい。で、まあ他の動画でちょっと大きめ、3XL とかおすすめしてるんだけど。普通のユニクロっていうのはやっぱみんなに受けるようなデザインで、あんまデザインっていうよりはベーシックなものを作ってくれてるので遊びようがあるんですけど、うん、ユニクロ U の場合は本当にデザインされた服なので自分のジャストサイズの方がぴったりくるんだなっていうのはいろいろ着てみて、あのもちろん L も着てみたし、うん、S も着てみて、まあ、全般的にやっぱ自分のジャストサイズを選ぶのがおすすめかなっていう感じです。なるほどね。リキさんちなみに、はい、T シャツでするお値段いくらですか。1500円。安いね。パンツが3990円、合わせて1500円。安いよね。そうですね。で今日あのそうそうテニスのスニーカーですから合わせて2万円。合わせていや1万円。あ1万円か。そうだ、これ全身もこの靴まで、ね、全部で1万円。次のじゃあ、パンツもう一本。次もう一本、この、はい、もう一本パンツあるんですけど、はい、これは、イージーワイドフィットパンツですね。イージーワイドフィットパンツ。これはテーパードなんで、うん、裾に向かって細くなっているパンツで、はいはい、ちょっとこうシュッとしてることですよね。そうそう、すっきり見えるタイプで、こちらはもう本当そのワイドのまま履くような、はい、で、さらにイージーパンツということなんで、ベルトループもなくて。ああ、なるほどね。もうウエストギアザーで。そうですね。中に紐あるトローコードついてるので、ぎゅっと締めて、はい、履く感じですね。はい。履いていただきましたけども。これはね、これは、はい、何しろワイドなんですね。はい。で、これは素材が、再生繊維 56%、綿 44%。リサイクル素材。そうですね。はい。サステナブル系アイテムですね。そうかもしれないね。そうなるね。うん。でこれも M サイズです。M。はい。でこれしっかり腰骨のところで履いてるんで、腰パンというよりは本当にウエストで履いてる感じでこういう感じなんですけど。でこれはこれも M サイズを履いてるんですけど、はい、S サイズになるとかなり丈短くて、うん、もう本当くるぶしみたいな履き方、八分丈とか九分丈みたいな感じなんですけど、はい、M サイズになると170センチの上でちょうど普通につくかつかないかなんで、すごい綺麗な。いう感じですかね。ところ八分丈とかクロップドパンツじゃないんですよね。いや、それは分かんない。ああ、でも何も書いてないですもんね。うん。でも丈ほんとちょうどよかったですね。うん。ぴったりな感じで。で、これも色いくつかあって、はい、もうちょっとこう、血の感のようなやつだったり、まあもちろん黒みたいな色もあるんだけど、うん、でもこの色がなんかすごい、茶色とボルドーの間ぐらいの色なんだけど、はい、すごいこれも、夏に向けていい色だなっていう、うん、まあさっきも言ったけどユニクロ U はどうしてもデザインが入ってるじゃないですか、うん、だからベーシックなアイテムをそこで選ぼうっていうよりやっぱデザイン性が高いものを選んで着ようっていう方が正解だと思うんですよ、うん、ベーシックなものはユニクロでいいから、はい、なのでまあその中でちょっと自分が気に入った色味だったり、さっきのペールトーンだったり、まあじゃあシノパンみたいな普通のベーシックな色もあるけど、あえてこういうのちょっと自分が今日着てみたいなと思う色を買った方がいいのかなっていうのがおすすめかなって感じで、はい、はい、来ました。いいでしょう色いいですね。いい大人でしょ大人。だから、まあ、今回本当に、うん、
ユニクロ優衣って思ったんだけど、うん、若い子多いの。あ、お店に買いに来てる子若い子多くて、だからやっぱりこの値段じゃないと買えない子たちが買ってんだと思う。要は俺1万9000円で別にこれ買える、うん、でも1万9000円じゃ買えない子たちがやっぱりこういう上質のデザインを安く買えると思って言ってるんだけど、これは大人に言いたいんだけど、大人も買うべきそうですね。だから、うん、あの本当にいいんだもん、かっこいいんだもん。確かになんかそれサイズはちなみにこれ M ですね。素材は確かに高級ではないけど、高級感はしっかり偽物じゃなく本物として、あの素材開発できてるので、うん、もう全然着てても違和感ないし、大人に勧めたいね。だから子供よりむしろ、うん、でもね、一つだけやっぱユニクロ U の注意してほしいところがあるんですけど、やっぱデザインが加わってるってところなんですよ。だから誰が着ても何を着ても似合うわけじゃない。なるほど。だから僕も、まあ、もう俺自身も行ってこれすごい素敵そうじゃんと思って試着してて全然ダメないのがある。自分に合わないのがやっぱデザインが強すぎたりとか。そうだね。 あとはやっぱね、海外のブランド買った時ってこれちょっと丈長いなとか、サイズ的な違和感を覚えること結構ない。あります。要はもちろん海外の方と日本のアジア人の体型が違うから、うん、全然そうでしょ、うん、それが結構ユニクロ U もやっぱサイズの部分でちょっとアジア人にフィットしてないなって思うことはまだまだあるんだね。ああそうですか。まあ一応なんかやっぱグローバルで展開してるブランドなので、あの世界中の人誰が来ても似合うようにっていうコンセプトで作ってるじゃないですか、ユニクロ U に限らず。そのすごくちょうどいいところは研究して作っているとは思うんですけどね。だけど、うん、やっぱりデザインっていうものが加わった時にベーシックなものよりはどうしても合う人と合わないサイズ感的に、うん、だユニクロは本当にあのユニクロのベーシックなラインは誰が着ても似合うと思うんだけど、ユニクロ U はやっぱすごく選ぶような気がする。なんで今回の戦利品は T シャツ3枚、はい、パンツ2本、はい、ニット1着1枚、1枚、合計1万8000いくらでしたね。そうですね。でもまあ組み合わせでね、もうこれでワンシーズン楽しめる。確かにね、今いくつかスタイリングしたけど、ね、それだけでも全然、まあ結構もうサイズがないものも結構増えてきてたんで、ユニクロ U に関しては実際に売り場に行って試着してみるのが一番ベストかなと思います。うん、分かりました。今日もありがとうございます。じゃあまた。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、ミキさん的には絶対してもらいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい。グッドボタン押してもらいたい。絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで。そうそう。じゃあまた。じゃあまた。